こんばんは。こんばんは。チークが全然見えない。チークが全然見えません。こんばんは。先頭を置く人。今日ね前髪ないよ一日中。だから今日は前髪ないの。今日はね。サヤの写真集買った。あれ本物やけんね。偽物じゃないよ。桜花だよ。そう。買ったよ。届く。なので。お家に。違う、なんかさ、なんかさ、あのさ、もらえるんでしょ、ポストカードみたいな、あれが欲しいなと思って、あの配信で買ったら普通に本屋で買ってもよかったんだけど、あのそうポストカードもらえ欲しいなって。そう、限定って、そう限定って大事なので買いました。特典、その特典にサインをしてもらおうかなと思って。またマウント取ろうとして。そう、もともとその買うのは決めてたんだけど、やっぱね限定を買いましょうと思いまして。そう。いやさ、もしねもらえたとしてもね、あの保存用とさ読む用欲しいじゃないですか。だから私あの今まで結構いっぱいね、部屋の本棚にあのメンバー先輩方の写真集もそう置いてるって、読む用と見る用両方あるんです。2冊ずつっていうか、あの沖さんとかのやつ買って、それであの1つ無料でもいただいて、そうゆみりんさんのもそう自分でも買ったんだけどいただいて、そう2冊。楽しみに、届くのが楽しみに待っときます。イエイ。おでこ、それで本当。でもなんかいつもねこういう分け方をしてたんですよ。で今日はちょっと珍しくセンター分けに挑戦してみました。ただあんまりセンター分けしてなかったから、ほぼ沙耶の水着。え、なんか楽しみ。なんか同期の写真集って初めてなので、初めてだからちょっとなんか見ていいのかなっていうのもあるんですけど、楽しみに待っときますねっていう気持ち。そう、わあ、18歳か見ちゃった。いやもうね先輩方のやつ見ちゃってるからな。岩国のおちゃんの写真、え嬉しい、
まだね、撮ってる写真あるけん、待ちよって。おでこ、今日はね、今日朝の何時だったかな、8時何分かの新幹線に乗ったんよ。でもうすぐ行かないといけんくて、着いた時には。それでそう、それで全然お土産を買える時間がなかったんよ。早すぎ、大体、あ、お店は開いちょったんやけど、なんか開いちゅうけど、なんかもうあと10分とかしかなくて、もう買う時間がないみたいな感じだったんや。そうだから諦めてそう、買う時間がなかったんや、諦めた。うん、結構ね時間。そう、ママセンにはなんか昨日紹介したまだ食べてない差し入れをあげましたあげるって言って、それの写真集は買ったの買ったんだよ。ゲッツ、アイチョルって書いてこう出さない、かな、アイチューとかはそうかな、多分。そう、バタバタだったの。そう、残念。センター分けももにしよう福屋の地下に高田の明太子、あ、そうなんだ。福屋あんまり行ってないかも私。また今度見てみる、ありがとう。こんばんは。そう、むっちゃんまんじゅうもね、またさっきのダンバラの方にあるって教えてくれてたよね。めんべいもそう、見たことある。センター脇に、キャドームのイベント、もっちゃん、あ、そう、ももはね入ってないですね、今回で。小出しのおもちゃの写真見た、ありがとう。今日瞳がベージュ、確かにちょっと喉ね違うんよ、治ってきてて今日マシだったのに車の中で熱唱しちゃったんですよごめん。だからあの今熱唱した後だから、うん、だいぶ歌えるようになってきたなと思って、昨日とかも歌ってるんだけどライブで、でも一曲自分で歌いたいじゃん。だから車の中で歌ってたらなんか楽しくなってしまってまだ本調子じゃないけどさ、歌いたかったの。だから
うん、歌いたくなっちゃった。何歌ったっけな。今あれ覚えたいんよね、あいみょんさんのさ、あのね、あれ覚えたいの、空が晴れたらってやつ、あれ歌いたくて今半分くらい覚えた。朝ドラね、そう朝ドラのやつ。うん、回復はね、その咳はまだ出ちゃうけど、声自体はちょっとずつ治ってきました。その長いはコーチだ。オーカもね、見えてない。抹茶ダメかな。でもね、さっきメイクしたから濃くはないと思うね。今日ね、朝早かったじゃん、あのさっき8時台って言ったじゃん。だから朝起きて前髪分けて寝とるんやけど、私これで寝とっていつも下ろすんやけど、今日はこの状態で帰ってきたんですよ。これでね、これで帰ってきたからもう真ん中に線がこう分け目がね、しっかりとボサボサになったついて、それであ、もう今日はこれでいいかと思って、そう最近こうやって。私寝る前はこんな感じでこれをこう分けてます、ピンで留めて。そうすると前髪気にしなくていいからね。まあこんばんは、アイズのプライベート本当プライベート感ある。チー君、そうこういう目が好き。朝って髪、でもね最近そんなに、今日実はここら辺アイロンしてないんですけど、結構まっすぐじゃない。昨日のベレー帽もよかった、ありがとう。またこのセンター分けで髪巻いてみたいな。そう、こんばんは。あ、タワーの俺ドラガンさんいましゅか。あ、発見じゃん。昨日のタワーのお礼です。ドラガンさん、パイナップルタワーありがとう。ドラちゃんにいっぱい会えてモカ嬉しいです。昨日もありがとう。これからもずっとモのことずっと好きでいてね。いつもね、もうめっちゃニコニコ笑顔でライブを見てくれてるから、すごい目が合うと安心するんよ。ありがとう。にしようかな。
マイメロ、パイナップルマイメロ。ありがとう。おいしいよ。いつもね、本当にありがとう。頭にのせね、本当はなんかもっと頭に乗せたかったわけじゃなかったんだけど、乗った。ありがとう。タコスステッドレオありがとう。スクショできた？よかったです、ありがとう。ミミーさん、ハイビスカスありがとう。タオさん、心臓ありがとう。スケモンさん、バラありがとう。メガワイトちゃん、かわいいありがとう。トシキさん、かわいいありがとう。ユウサマさん、かわいいありがとう。コウジさん、新人ありがとう。ドラガンさん、かわいいありがとう。福ちゃん、かわいいありがとう。トシさん、新人ありがとう。アピアノッピーさん、新人ありがとう。一部後ろへと、あ、そうだ、そうなんや、いいじゃん。ありがとう、こちらこそありがとう。もーちゃんの素敵なパフォーマンスしてくれるからニコニコで。これからも頑張るね。あ、千日まで1ヶ月、あ、でもそんなすぐ早い。あれ、そんなもうあとちょっとで千日なんだ。千日ももちゃん、何しようね、千日。ポンポンしよう。ももまささん、やすのみ、ありがとう。あ、いた。発見した。よかった。タワの俺、ちょっと待ってな。一ヶ月あっという間だろうね。ちょ、一瞬止まっちゃった、ごめんよ。積み重ね、そうだ、積み重ね。ちょっと一瞬充電できてるか見ていい？あれれ？充電できとった。なんか充電が追いついてないっぽいけど、また 20% のお知らせ来たらごめん。はい、今どうだろう、発見したけど今見れてる。ももまささん、ごまちゃんタワーありがとう。遠い中会いに来てくれて本当に嬉しかったよ。これからも思い出作ろうね。また話そうね。話せて嬉しかったよ。直接どうだろう、今見れてるかな。サングラスくまちゃん、真面目になっちゃったけど、サングラスくまちゃん、どうやろうか。
ね、また来た時ね、もしかしたら車とか運転してる場合もあるからね、全然そこはねいつでも大丈夫なので、画力もしますし、イエイ。今日も可愛く撮れてます。ありがとう。なんかね、他の曲も好きだけどこの曲が特に好き。なんかお店で流れてるの聞こえて、あ、それで、あ、好きだなって思ったんだよね。だから実際お店とかで聞こえてきた曲も、あ、好きだなって私も実際なったから、同じようになんか STU の曲とかも聞こえ、お店とかで聞こえてきた時にこう思ってくれる人がいたら嬉しいなと思った。おばあちゃんたちにも好評の歌、え、なんかね、もうこうなんかすごい嬉しくなる、なんか幸せになる気もなるような歌やね。公園でその髪、うん、もうちょっとしたら、わかんない、すぐにはないかも。キアする心いい曲よね、わかる。私も好き。推しの子。今日何食べた？好きな本は？遊びに行くならどこへ行くの？何も食べてない。それは内緒。歌えるよ。完璧ではないけど。奏は知ってるよ。改札の前つなぐ手と手。まあね、私めっちゃ好きで歌ってた。私今でもカラオケで歌うぐらい。新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。キモスイーツ、そう。でもね、カラオケで歌うときはね、の女性の声優さんとかも歌ってって、そのやつのバージョンで歌ったりしました。にゃそう、1週間フレンズがのアニメが大好きで、実はね、それで特にそう、その声優さんが歌ってて、暗闇とかストーチの声とかを披露してるももちゃんを見てる瞬間が、えー、嬉しい、嬉しい。そういうなんか暗闇とかストーチの声を歌ってる時は本当に、なんだろう、もう本当に感情のまま歌ってる。
週刊フレンズ漫画も買っちゃう。めっちゃいい話だよね。首都庁を舞台にしたアニメ、確かに。シクラトベース、いいね。首都庁の声、おもちゃのアニメが好きだ。ほんと昨日の首都庁の声が良かった。ほんとやったー。じゃもうここにいて、君と語った夢は止めどなく溢れて、もどかしい。早く歌いたい。歌えないよ、もっと歌いたいよ。自分の歌割り以外も、まあ自分の歌割りを歌うので結構精一杯なので、声がにゃん。あ、6周年コンサートのブックまだ見てないの。自然淘汰も良かった。やった、自然淘汰好きなんよ。溺れてる価値もない、生きるっての。こんばんは。かっこいい曲、うん、振りもね好き。そう、あ、6周年の本ってさ、そう、まだまだなんよね。自分のとこ見たいのに、見る明日見れるかな。明日取りに行こうかな。イベント特賞見てた？トークショー去年やったやつなんだ、私とやんちゃんが。あ、秋前さんも今日初めて。そうなんだ、もらえる。もうね、メンバーはね受け取れるんですけど、まだももかがまだ見れてないだけなの。そうなんだ、ひなさんとちょうさんも。今日みんなまだ見れてないかもね、あんまり。楽しみ。え、ファンの皆さんはまだなんやっけ。来週発売。そっかそっか。じゃあ私が受け取ってきたら、こう下で見ながら感想言おうかな。百之助さん、吉野美ありがとう。ゼータンさん、真珠ありがとう。リレイニャーさん、吉野美ありがとう。見どころ分かった。まだその見せちゃダメだけどさ、あの見せるっていうか、そう、見せちゃダメだけど、この口で伝えるね。どこの写真があるんやろ。6周年、どの時の写真かな。28日なんだ。アンケートの写真した、あの書いたわ。私ね、アンケートいつもね乗らんのよね。
選ばれないの。今回もいないかも。にゃん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 。福岡でのライブ楽しかった。よかった。そうなの、そうなの。イメージが多分あんまりないよね、いろいろ。いい匂いをするメンバー。なんかでも今回のなんかアンケートね、なんかね不思議だったんだよね、内容が。なんかね普通っぽいアンケートの内容じゃなくて、なんかそう妹にしたいメンバーはねなかったかな。普段の公演でギャップがあるメンバー、あ、普段と公演でギャップメンバー、え、そんなアンケートあったっけ。桃が似合うメンバーはもう岡山県出身のメンバーか桃しか。そう、眼鏡が似合うメンバーとか、そうなんかそのちょっと不思議っていうか、そんなアンケートだった。こんばんこんばん。ホーチキン寿司のメンバーもうしかおらん。いやー1位だ。桃太郎っぽいメンバー。あ、公演と歌うの。いや確かにね、公演の時とさ、あ、そのそういうのなら選ばれるってこと。公園と普段のギャップどうだろう、ね、でもなんかステージに立ったらシャキってなる、わかる。今は結構ボーっとしとるけど、こうステージに立ったらおっしゃやるかーってそういう感じになるね。確かに博多弁の早口が言えるの、それちょっと言えんかもしれない。昨日よりちょっと言えるようになった気がするんよね、寝たら。おっとっとととってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったのって言っとうの。あれ言えてる？嘘、言えてない。どう、これ言えてる？言えてないな、まだ。ちょっとこれごまかしてるかもしれん。なんか怪しい、嘘。でも昨日よりできとったよね。ほら、寝たらできるんよ、ちょっとだけ。なんかちょっと多分、覚えてないよ。覚えた、言った音？言った音？ちょっとね、あやふやなんですけど、あやふやなんですけど、昨日よりできてるので、そう。昨日よりはできたということで、ちょっとごまかしてるけどね、だいぶ。3回連続やだー。おっとっととっとってって言って、え、とっと、おっとっととっとってって言っとったとに、言っとったとにか、言っとったのにじゃなくて、言っとったのになんでとっとってくれんかったとって言っとうと、おっとっとととってって言っとったの、言っとったおっと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 ってって言っと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 、もうダメだ、読んだら分からんなる。
おっと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 って、おっとっとっとってって言っとったのと、言っとったとに、なんでとっとって言ってくれんかったとって言っとうと。多分明日もうちょっとできるようになるよ。おっと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 ってって言ってくれとったとちちちやばいやばい、分からん。まあ昨日よりはね成長したということで、そう分からんなってくる。睡眠学習しますね今日。あ、そう、月末にはできるようになってるかも。そうね。昨日はね、そうセリフ自体ちょっとも入ってなかったから、今日はちょっとセリフがちょっと入ったみたいな。そう、もう睡眠しかけた。おはよう。名古屋弁やばい、釣りもうすぐ名古屋弁が。渋谷でリベンジ、またリベンジしたいな、ツアー中に。飲み物が欲しい。名古屋ね、美味しいもん食べれるかな。手羽先そうまとめとかリベンジね、したい。今日も開封しようかな、どうしようかな。私の開封見てくれる？みんなまだ1パック2パックしか開けてないんか。24日のトレード持ち込んで、お、待ってます。ピオリンまた欲しい。味噌カツいいじゃん、がっつり。名古屋2日間あるけ、もしかしたらなんか食べられるかもしれん。お土産とかも2日間あったらきっと買えるやろう、多分。ピオリンチャレンジさ、あの時結構並んだんよ、前買えた時ね。でもそれをね、一番ね買いたいって思ってね、ワクワクしてたマネージャーさんが一番可愛かった。本当にあの女性のマネージャーさんの方なんですけど、もうピオリンのためにめちゃめちゃもうゲットしたいって言ってて、もうその思いがすごいメンバーにも伝わって、よし頑張って並ぼうってなって、みんなで並んだんですよ。もうもちろんモーカも欲しかったんよ。でもそう、すごいね、可愛かったです。ピオリンはね結構並ぶからゲットできんかもしれんけど、今回はでもなんかきしめんとかなんか食べれたらいい。もーちゃん担当、もーちゃん担当っていうか、みんなみんなっていうか何人か いらっしゃるから、ももさんの担当の方はおしゃべり好きなイメージかな。
チャレンジしてみようかな。ぜひ載せて。指ふりゃね、確かに。おしゃべり私そうかな。ホテルまでだ、それはいい、崩れやすいから。名古屋ですかね。そう、ひつまぶし好きなんだ、食べたい。名古屋のモーニング？いいね。あんかけパスタ。あんかけスパか。パスタとちょっと。あんかけスパ。いいね。ちいかわのご当地靴もありそう。きしめんも食べたい。楽しみ。グラタンスいいね。あんかけスパゲッティ。スパゲッティか。美味しそう。エビフライサンド。めっちゃみんな知ってるじゃん。食べられたら食べてみる。天むすもね、名古屋多いね。もうあの有名なものが。お腹空いてきた？冷蔵庫見てみなよ。開けよっかな。油そば。台湾もずそば。味噌込みうどんね。遠征で、サッカーのね、すごい。油そばいいね。またなんか食べれたらまたみんなに言うね、これ食べれたよって。ウイローもあるんだ、すごっ。開けます。あ、辛いの台湾まぜそば。そうなんだ。キャン。タマンチュラちゃん、私この間出会わなかった？あれ？この間の開封で出会った気がする。あ、かぶってない。え、すごい。え、見て見て、同じキャラなんだけど。絵が違う。イエイ。やった、技も違う。ほんまや、これ引っ掛ける。セーフ。かける。あ、かわいい。ルクシア。なんかダキちゃんに似てる、この顔。このちょっとさ、ふんみたいな。そう、ダキちゃん今日あの姉ちゃんが生誕祭してたんですけど、私結構30分ぐらいずっと見てて、かわいかった。ツンツンしてそうだよね、この顔。コメントはしてないの。ラキちゃんの話もした？かわいいよね。めっちゃ噛んでくるけど。いいわ。あ、待って、なんかさ、え、待ってさ、あ、よかった、まだ SR じゃなかった、びっくりした。ここでさ、もう出ると思って、まだ大丈夫でした。焦った。
次はヨーリダース。好きだってた、好きだってた。かわいい。じゃーん、あ、この子フォレトス EX。 顔真似が難しい顔していました。目が、顔真似が難しい。ナスタルするね、めっちゃ可愛い、キラキラなと。光り方可愛いよね、可愛い。角度合わせた、そう。パックはね、これはクレイバーストです。目がまん丸。次はじゃん、ケケンカニン。なんかヤドカリにそっくり。あ、これヤドカリちゃんか。ん？ほう。こんな顔して。なんじゃまのパック、そう、なんじゃもちゃんのパックです。パック見える、うん、ね、パック見える。なんじゃも当たったら飾るよ。ほぼ当たらんと思うけど、そう。てか何出ても飾るよ、 SR とか。キャン、なかのちゃん、かのちゃんの進化バージョンは出とったけど、かぶってはないよね多分。あ、ほら、なかのちゃんは出たけど、あ、違うね、この子の方が進化する前だ。進化バージョンは出てるけど、かのちゃんはまだ出てない。かのちゃん、どう、ハンマーも、ハンマーガラガラなんかな、これクラック。よし、まだディカナちゃんに勝っても、え、かわいいよねこの子、全部かわいい。オンバット、かわいい、飛んどるわ。かわいい。次は、お、魔剣カニ、さっきの進化前じゃん、強そう。これアニメットではない、これはね、いただいたやつや。水をはじき飛ばす。次、じゃん、うん、マニューラ、マニューラ、なんかちょっと歯が出ちゃう。
イケメンね、かっこいい顔しとる。いいわ。えっ、びっくりした。キャラクター出てくると思ったよ。何もおらんと思ってびっくりした。災いの荒野、災いの、これはもう木の真似するしかない。もう木、これ真似するしかないよ。もうの役っぽい表情。もう無、キュン。こんなに難しいのはないよ、顔もね。木の役はないよ、まだしたこと。真珠ありがとう。ゼタさん、バラありがとう。モーマサさん、バラありがとう。モーマサさん、今見れとったらコメントして、じゃあお礼したいの。タワーのミミさん、真珠ありがとう。コウジさん、真珠ありがとう。何パックどうしよう、迷っとる。あ、そう、私ね、一昨日ぐらいか昨日ぐらいについにツイッターが当たったのに X になったんよ。ずっと耐えとったのに、めっちゃ耐えとったのよ、私の携帯のアイコンが。あのホーム画面で鳥だったのに、やっと変わりましたね。ずっと耐えてたんよ、もう。そう、ついに。結構耐えたくない？耐えた。そう、でもなんか X っていうのがまだ馴染めなくて、結構早めに食べたすだった。ツイッターって言っちゃう。ツイッター投稿するねみたいな、ツイートするねみたいに言っちゃう。5本 X にポスト。うぶで、うぶで。まだ鳥？いいな。早口言葉が可愛かった、ありがとう。昨日 X になったね。もうなっちゃうね、X と戦うん。あら、あら、あら。朝リポスト、朝ツイートしたもん。うん、鳥がいいな。ツイッターって言い続ける、なんかさ迷うくない？友達の前とかでもさ、なんか X っていうのか、ちゃんとツイッターっていうか、なんかすごい迷う感じがする。猫ならね、大歓迎です。猫、ぜひ次帰るときは猫にしていただきたいんです。おでこに X かかんね。X 使う。X。もうかな X。
フォローしてね。眉毛になってる。なんかさ、モーカの好きなアニメのバツ玉みたい。守護キャラに出てくる卵に似てる。角。わかる？モリモリってずっと言ってる卵があるんですけど、こういう。よし、開けよう。じゃん。カルボー。メラメラ燃えてる。30分。ポリンくん、え、待って、かぶった。中野ちゃん、かぶったじゃない、かぶった、かぶりすんした。中野ちゃん、かぶり戦した。次は、あ、またかぶった。わざわいの荒野。あ、うん？え、これかぶったん？え、いや、うん？うん？これあれ？うん？待って。あ、かぶってる。かぶった。びっくりした。2枚もともかぶるんだ。無の気の表情する。すごい、2枚連続でかぶってきたな。ね、ここでか、この公園のでかぶるとは思わなかった。災いは来んよ。タリングル、3連続はない。もう一個当てよう。次キラキラ出たら終わろうかな。じゃあ、
キラキラがにゃーい。じゃん。あ、さっきの新婚前だ。しるしる。じゃん。ややこま。旅だった。かわいい。ああ、かぶった。待って、やばい、今日やばい、今日やばい、かぶった。コリンくん、ポジカシスリッ大学留年生。あらあら、まあ、楽しかったら、まあまあまあ、コリンくん、コリンくん、じゃん、ライチュウ。ライチュウ、かわいいね、めっちゃこの子。すきゃん。ナマゾン、ナマゾン、ナマズのここ紙でやろうかな。待って。ナマズのひげちゃんってどこから？ここから出てる。かおちゃん、ありがとう。もかの髪でひげを、ではもう一パック開けようかな。ひかる、よいしょよいしょ。ちょっと光っとる。じゃん、小塩だ。小塩来た、小塩。もう今度ここに行く。目しかない。小島先生。そんなの関係。小塩。次は羽根っこ。はい、あパピ。知ってるよ、世代っていうか似てたもん、ちっちゃい頃のに。特にいや、プリン、かわいい。プリン。プリンちゃん、出たっけ？いや、出てない？出てないね。プリンは出てない。あ、違う。じゃん、小塩さんが成長した。小塩、うん、進化して進化した小塩さんが。
一瞬ね、違う？これ進化バージョンじゃないの？この子ゲームでは強い？かっこよいね。ふんみたいな。いいわ。リキキリン。これさ、こっちの子を真似すればいいか。この上のさ。あと1パック開けちゃおう。これで終わりにします。今日はだってこの間2パックしか開けてないもん。出るよ。アートレアも出てないよまだ。かのちゃんの別バージョンじゃないこれ。かぶってはないよ。ただかのちゃんの別バージョン可愛いんだけど。これベビーちゃん次はお出てきたよ。ジオツム全部ね揃ったかな。これでさっきの子次はじゃん。ピノヤマコ、さっきややこまちゃん出てきた。かっこよくなった。じゃん。かわいい。かわいい。楽しそうで欲しくなって。楽しいよ。あのモカもそんなすごい詳しいわけじゃないけど楽しいよ。めっちゃ可愛いんだけど。やばい、わたっこめっちゃ可愛くない？頭にこんなん頭にこれつけて。頑張り伝わる？ちょっと3つもね作れんかった。ちょっとだけど、なんじゃもが出ました。
ちょこ髪型似てないけどちょっとちょっと。まあ、頭に2個分ぐらいついてる。あ、こっちか、この色こっちだ。せな、ヨーヨーちゃんがね役に立っとる。かわいい。今日のでも MVP はわたっこかな。もうかわいすぎて、このカードがかわいい。めっちゃかわいいじゃん。なんじゃも似とる。嘘、嬉しい、そんなすごい褒め言葉。ゲームとかも、うん、あのスイッチの方でね、やって。ありがとうございました。 MVP こうや。き打開封します。開けたかな。6も開けてないんですけど、5?6 ぐらい開けました。でも前回が2パックやってん。モーカの小島よしおさんが MVP だった。そんな関係ねえ。じゃあそろそろやめましょうかね。残り何パックある。結構あるよ。22個だ。あの5枚入りのやつやけん、あの151の時よりも枚数が1パックに入ってる枚数が少ないんよ。だからその分パック数は多いです。そう、前のは7枚ぐらい入っとったんかな。今回は1泊5枚のやつなんよ。30泊、そう30泊入ってる。猫出しのおもちゃみたいな人に出会ってみたくなったの。ありがとう。出会ってるよ。でも今ここで配信以外ではそう開けてないね、今のところ。また遊びに来ます、おいで。読むね。たかきさん、星ありがとう。あざおさん、星ありがとう。まぼろしさん、ハートありがとう。にゃんきちさん、よしのみありがとう。こうじさん、お花ありがとう。ドラゴンさん、しんじゃありがとう。では、読みます。13位のアザースさん、ありがとう。モーカグミン。12のドラゴンさん、ありがとう。モーちゃんのいろんな魅力的キャップにキュンです、ありがとう、キュン。11位のタライモさん、ありがとう。10位のフミヤとマックウフフさん、ありがとう。9位のモーカが世界で一番可愛くて大大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 大好きなんだのトシさん、ありがとう、キュン。ありがとう、今日も言ってくれて。8位のトシキさん、ありがとう。
7位のゼータンさん、ありがとう。大人っぽく見えるけどやっぱり可愛い。ありがとう、嬉しい。6位のコウジさん、ありがとう。配信ありがとう。今日もしかいちもちゃん可愛いや、ありがとう、嬉しい。5位のももまささん、ありがとう。4位のふくちゃん、ありがとう。センターワッティで今年もちゃん大人っぽくて素敵、ありがとう。またそれね。3位のたーさん、ありがとう。昨日のベレーボーリステンが可愛すぎてまた好きになった。嬉しい。昨日私2回とも見つけてたよ、ありがとう。2位のお疲れさん、ありがとう。1位のにゃん吉さん、ありがとう、ありがとうございました。可愛さの進化する、ありがとう。そうかな、顔まで可愛かったです。見てくれてありがとう。おやすみ、また明日ね。押してよ、で押してもいいかな、ぜひ押してください。ありがとうございました。またね、おやすみ。明日はって言った、明日は応援してるよ。おやすみ。月曜日って言って、もうかおみちゃん明日はお仕事があるので頑張りましょう。バイバイ、またね。またね、おやすみ、おやすみ。